道の駅エッサ市は、北海道檜山郡エッサ市町にある国道227号の道の駅である。江戸時代のエッサ市地域に実在したと言われるトンチの名人、茂次郎のコンクリート彫像がある。敷地内には、茂次郎番屋と名付けられた簡易宿泊施設が存在するが、12月から3月末までは、冬季休業としている。また、 敷地内に2005年10月に設置された、新海道の標柱と、その説明板がある。11月から3月までは毎週月曜日が、休館日であり、年末年始は12月31日から1月5日を、休館日としている。道の駅エサ市の中心施設である、観光案内所と売店を備えた、木造平屋建ての、しげじろう笑い店は、 床面積が13平方メートルしかないために、店内に数名しか入れないが、そこを逆手に、エサ市長では、日本一小さい道の駅プロジェクト実行委員会を立ち上げ、北大生のアイデアを採用して、目の前の日本海を堪能できるように建物を改修するための費用を、クラウドファンディングで募ることを決定し、2018年11月より開始している。 しかし、CF サイト運営会社より、日本一を証明できないとの通告を受けたため、CF サイト中では、日本一小さい道の駅の記述を使用していないが、エサ市長は、道の駅マニアからの聞き取りなどからの結果、日本一小さい道の駅であることは、間違いない。として、エサ市長のホームページ上では引き続きアピールしている。また、STV の番組。 ドサンコアイド179において調査をした結果、売店とトイレの面積の合計が日本一小さいとされた。リニューアル後の道の駅へ差しインフォメーションを呼び、ショップ内部2019年4月20日完成ウッドデッキ2019年6月24日、完成リニューアルのために町と道内外の学生エラで作る日本一小さい道の駅プロジェクト実行委が行っていた。 クラウドファンディングが2019年1月29日に目標金額の200万円に到達した。町は2月から改装工事に取り掛かり、同年4月20日にリニューアルオープンした。また当初の計画にもあったウッドデッキがクラウドファンディングによる資金と町の予算を合わせた計40万円を投じて同年6月中旬から 基礎工事に入り、同月22日からは、道の駅エ差市の設計等に携わった、北海道大学と東北芸術工科大学の学生も、エ差し入りして、ウッドデッキの材料として、道南杉を用いた板の貼り付けや塗装を手伝うなど、して、同月24日に新施設として完成した。ありがとうございます。